はい、はい、ということで、ナナエちゃんとマリンちゃん、はい、まあ、後半ね、3ホールはちょっとせっかくだから、ちょっとベストボールでちょっと2人で頑張って、はい、バーディーとかパーとかを目指してもらおうかなと思って。はい、いいですね。でこれがもしなんか結構バーディーとかいけそうだったら、ちょっとどこかでなんかダブルスの試合とか、うんうんうん、うわ楽しそう、楽しそう、一緒にね、うん、なんかさ一人で競技って結構さね、ハードルが高いけど、2人だったら意外にさ、うん、っていうのもあると思うんで、相性チェックです。おー、試される3ホールあの平均パーじゃなかったら、3ホールパーじゃなかったら罰ゲームが、おなのでちょっと頑張ってパーとバーディーを、そうですね、はい、目指してください。バーディーで、そうですね。じゃあ後半3ホールお願いします。お願いします。じゃあこれは、私はあの赤い旗の左側から右に戻してくる感じで打ちたいと思います。フェーダーだからね。はい、うん、結構飛んだよね。巻いてました。あらあら。でもさ、はい、ベストボールだとこういう風になんかさ、はい、全然違う場所の選択肢の方がいいよね。そうですね、うんうん、確かに同じとこ2人打ってもさ、うん、そう、なんか本当持ち球がはっきり分かれてるからそうだよね、うん、確かにもっと強化したいな。スライスじゃなくて程度で、うん、強気にいきたい。プレッシャーをかけちゃうっていう大事ですよね。そっか、ウェッジで。私ウェッジで行こうかな。そうですよね。うん、私もちょっとウェッジを持ってきます。じゃあ私だけやって。はい。うわ、止まってた。いやこれ難しい。強気で。ちょっと。うん。強気で行ってみよう。パッパッと綺麗な。やったー、いい感じ。やったー、素晴らしい。
みたいですね。なんか作戦とか立てなかったっす。フィーリングで立てましたね。とりあえずなんかこう売る目は様子見でやってみた。どっちがね、なんか先にやりたいって人とさ、なんか人の見てからなんかイメージがするみたいな人とさ、小川さんどっちですか？私ね、結構、はい、あとの方が好きかも。本当ですか？うん、私今の感じ先が好きかも。じゃあちょうどいい。ちょうどいいじゃあ、マリンちゃんこれ。はい。いい感じ、まっすぐ行ってる、うん、ゴーゴー。 あ、手前ちょっと短い、ちょっと風すごい出るから揺れてるのかね。いい感じ。おお、やった。うん、素晴らしい。どうだろう。怪しい。アプローチやったけど、やったとか言っちゃった。ここが縁ぐらいですかね。うん、やっぱ右カップ、内ぐらいですか。うん、ね、ああ、最後だし、ね。おお、ナイスショー。はい、ありがとうございます。真ん中に。おお、ナイス。ありがとうございます。めっちゃいい。おー、近いね。近いですね。うん、一緒ですね。仲良し。一緒のとこでした。
なんかもう夕方みたいな。本当です ね, ね暗い、日が暮れてきた。めちゃくちゃ狭い、バンカーの端ぐらいで、うんうん、おー、すごい。めっちゃいい。お、あ、ちょっと着地、着地がなんかバンカーの方に転がって。嘘。でも、そこに冷気があるから止まってる感じ。冷気のミラクルをちょっと信じて。でも方向はバッチリだった。3番ウッドに行きます。はい。方向が完璧。うん。おお、すごい。え？超えた超えた。え？マジな動きしたよね。え？重力がなかった今。どっちがいいか。どっちがいいか。ね。今がバンカーじゃなかったら。なかったらね。27ヤード。おすごい、かもしれない。バーディーが狙えるかも。はい、行ってみよう、行ってみましょう。スインバーディー狙うしかないか。すごい。入れ入れ入れ。わあ、やった、すごい。すごい。いやでもね、それもね、そう、分かるからね。そう、見事に生かして、スインバーディーかっこいい。ナイスバーディーです。取りました。すごい。ということで、後半お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はナナエさんにコラボをしていただきました。こちらこそ、こちらがございまして、もらいました。すごい楽しかったです。ね、楽しかった。楽しかったです。はい、すごいお天気も良くて、気持ちよくゴルフすることができました。はい、最後後半、3ホール、そう、あのダブルスをしたんですけども、結果がパーパーバーディーということで、最後のナエさんのミラクル、もう超かっこいいチップインバーディーを決めてもらって、すごいいい締めになったかなって思います。なんかベストボールで、でもティーショットとか多分マリンちゃんの方が多く使ったりしてて、なんかお互い結構バランスよく、うんうん、
採用できたかなと。本当に、うん、そう、なんかミスしても七重さんが後ろにいると思ったら、うん、安心して打つことができました。はい、ということで山ちゃんどうでしょう、相性は。相性はもうバッチリだと思います。やったもうあの、なんかあったらエントリーしときますんで。やったー、まあ、あと撮影許可か。確かに確かに難しいと思うんだよね。確かに、うん、そう、まあそういうのがあれば。そうですね、うん、ぜひ機会があったらぜひ。はい、はい、ちょ、罰ゲームはこんなの。お、山ちゃんの好きな罰ゲーム。そう、まあ、あのこのあとシミュレーションゴルフがあるからやろうかなってそう思ったのを、そう、これもちょっとやろうかなと思ったんだけど、まあパーパーバーディーだとちょっとね、まあその代わりまあシミュレーションゴルフでいっぱいやってもらおうかなと思うんで。確かに。はい、まあ、次の動画、まあ、視聴者さんは見てもらって2人の神々具合を。はい、頑張ります。頑張ります。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そして七重さんの7チャンネルと、あとインスタグラムも概要欄に載せておくのでぜひチェックしてみてください。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。